まあ、僕はどちらかというとこう大きい層に来ることが多くて、僕はウェットシューズよりドライシューズを使うことが多いので、まあ、沖磯で水深もあるようなところで流れが速かったりすると、あの大きなうねりとかが来た時に、まあ、うねりが分厚くてものすごい量の水が磯の上にドーンって上がってくるので、基本はあんま濡れるところに行かないんですよね。で今回これはここぐらいのラインからしたらもう防水っていう形にしてもらってます。レインのパンツもこうかぶせとけば水が侵入するラインを防げるので、すごいあの快適ですね。でさらにこうあのタイツを履くことも結構あるので、タイツスタイルでバシッとかっこよく決まる耐久性があってかっこいいやつがいそうだなと思ってたんですけど、これ前履いてたシューズを持ってきたんですけど、縫製がもう擦り切れて破れて穴が開いてですね、まあ、ただ当たる場所ってもう限られてるんですよね、こう周りのこういった部分で。今サンプル品を履かせてもらってて、これもう見た感じで分かるんですけど、側面異なる素材が組み合わせてありますけど、これなんていう素材ですか？一番上がケプラーという素材を使っています。はい、このケプラーという素材、防弾チョッキとか、はい、あとはヘルメットなんかでも使われるような素材で、擦れだったり、あとは引っかきに強いかつ軽い軽量の素材を採用しています。してだんだん下に行くにあたって、次は TPU これでラバーになります。まさにここが当たって破けてたところで、さらにケプラーで上の方まで補強されてて、でこの色合いとかですね、かっこいいなと思いましたね。あとこれこのソールの形がこれ変わりましたよね、前より広く、はい、こうやって見るだけで作りが全然違うんですけど、こう履いた時にこう突出してしまうところより前のやつって内側にソールが入ってて、ちょっとそれで不安定だなって感じる時やっぱあったんですよね。今回これかかとの面もこう広くなってるので、すごい岩の上での安定感っていうのを感じます。本当感じます。普段僕が釣りをしてるスタイルなんですけども、やっぱりこういう地層が多くて、でやっぱりそのところどころ潮だまりであったり、まあ、小さいスリットであったりすることがあって、そういうとこをまあ若干使ったりすることが非常に多いんで、水に浸かるっていう前提で作ってもらいました。こういうまあウェットタイプですね。でこの排水性っていうところも今回しっかりこだわって、穴とか底面に入れたりとかするんですけど、そこも蒸れたりとか、なんか水抜け悪いなとか、まあ、ドレン水を抜ける箇所もちゃんと設置していただいたし、まあ、これはもう当初のモデル、このサンプルのモデルからやっていただいてますし、はいはい、まあ、使ってる上で全然問題なく、もうよく抜けますよ。さらに私がこだわったところなんですけども、足首をギュッともこの絞ってる部分ですよね。足首で締めることによって、まずね、砂利が入りにくいですよね。まあ、磯にアプローチするまでに、まあ、砂浜を歩いたりとか砂利の浜を歩いたりすることがよくあって、この中入ると非常にね不快になります。そういったことを、まあ、一切この絞ることによってなくしてます。まあ、磯で使うのがもちろん前提なので、まあ、丈夫さとあと動きやすさ、非常にバランスよくできてます。